思い起こせば2014年かがんが発覚して、当時は5年を生き延びるのを目標に頑張った僕が、今もう丸8年かな生き延びてます。これは本当にいろんな人の、ね、力のおかげで今の僕があると思ってます。で、皆様にご報告があります。実はサブチャンネルを立ち上げようと思います。一応ステージ4って言われて丸8年生き延びてる人間なんで、多少はなんかアドバイスができると思うんで、まあ、そういった、ね、相談とか今まで病気に至った経緯とか自分がやった治療法とか、ちょっとこれからはそっちのチャンネルで流していきたいと思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。収益につながったらその収益の一部を寄付しようと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。最近結構やりだして目覚めたんだね。うちもシュークプロデビューしたもん。スマートになりましたね。確かにシュークしたもんね。階級は階級ミドル級でやりました。72.5。 72.5、うん、全然印象が確かにプロになっちゃいました。34歳で、ね、すごい。それで、それで僕のことを倒そうと思って今回オファーをいただいた。そう分かりました。帰り道にも前回ね、前回あばら多分おられた。あれ姫だったんですよ、実は。マジですか。はい、3週間ぐらいいたのに、いや、全然仕事でいなかったです。で、まあ、しゅんくんだけじゃ足りないから俺は新たに資格を用意したからね。知ってることですよ。 TikTok で50万人ってすごい。マジっすか。イヌイくんって。え、イヌイさんですか。あの、何でもできるイヌイさんですか。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃすごい。何でもできるんで。例えば、いや、もう何でもです。最近で言ったら、なんか家の中スケボーしてたり。ありがとうございます。スケボーも大好きで、逆立ち腕立てですとかね。ああ、そうですよ、ね。で、もう一人、誰？56です。これは、長瀬です。ありがとうございます。これデビューして、シンプルと一緒に。ああ、そうなんですか。まあ、でも今日もお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、準備進んでいきます。この後ね、アンポ軍団とスパーするとことになりましたんで、お前はジョリーと、お前はテル君。はい。アンポ軍団。前回どっちかというとやられたんだね。今日はね、2分いったんだよ。シュークだけになる。いや、余裕でした。余裕でした。お前も竹原君が入ったんだけど、はい、お待ちします。はい、はい、まあ、視界があるスピードあるからさ、ガードしっかり兄が、はい、バンバンバンって入ったの。レンジの前から、それに合わせて、坂本君も手で腰に入れて、股関節を下げて、膝に負けるんじゃない、股関節まで。ご飯。おはようございます。まだいける。下から上。30。
強かったよ。ただあと手数だけだね。ガードはしっかりできてるから。パワーがめっちゃ強い。パワー強いよ。全然もう違います。そこでも深いし、生してあげて。よし、おやつ、おやつ。でもよく耐えたよ、ね。ごまかしました。滝川さんが多分始めますよね。ごまかすのも手だから。はい、やばいっすね。やばい。めっちゃ強い。前と全然違います。それもあるし、練習不足もあるし。パワーが違う。全然違います。もう2ラウンド目ね、もうモロを出す気ついたかって、はい、うん。スピードは見るからに落ちたもんね。うん、いや、でも、今、火つきました。火つきた。練習失敗しました。聞いた。はい。よー、その言葉を待ってたよ。火がつきました。マルブラスト、インスタ始めたから、フォローよろしく。負けんな。はい、OK。Yeah。
なと。ケル君めちゃめちゃ優しくなったじゃん。もう強いねえ。なかなか中年だな。加減してくださったお前。加減。よく待ってよお前。いやいいのちょっともらっちゃって。すみません、ありがとうございます。いや申し訳ない。めちゃ優しくなったじゃん。いや昔だったら楽しみって言ってたよ。いや。A さんどうでしたか。よかったよ。パワーすごかったです。はい、よかったよ。すみません。ただね、やっぱ。スパーリング慣れしないのあるけど、詰められた時にどうしてもそこでやりやるな。あれをもうちょっとさ、回りながらできたらもっと強くなる。割とうまいね、思ったより。ガッと取られた時に、やっぱり動くとかまだ染み付いてないんで、そうそうそう、迷いが出てきたら、恐怖っていうのが出てきちゃいますね。あのボクシングはね、打ち合うのがボクシングじゃないからね。やっぱり一番は、避けながら自分のパンチを当てるができればいい。今後にちょっと期待ですね。期待だね。ありがとうございます。動画ここまで見てくれてありがとう。 SNS やってるんでフォローの方よろしくね。頼むわ。それでは続きご覧ください。あ、昨日の都内に普通に家出します。マジで年間3、4試合して平均年数です。